測定部に設置された飛行機模型風土は人工的に小規模な流れを発生させ実際の流れ場を再現観測する装置内視施設発生させた流れの中に縮小模型などの試験体を置き局所的な風速や圧力の分布力トルクの計測流れの可視化などを行う 14X22 フィートアオン速風土の施設風土を用いた このような実験は、風洞実験あるいは風洞試験と呼ばれ、航空機、鉄道車用、自動車など高速で移動する輸送機械や、高層ビル、橋梁など風の影響を受けやすい建築物の設計に用いられている。風洞実験は、流体力学全体から見ると、理論と数値計算と対比して、実験流体力学と呼ばれる研究手法に位置づけられる。 古くは19世紀から使用されている。飛行機は静止した空気中を進んでいるが、飛行機から見れば空気の方が前方から後方へと流れている。そこで模型に風を当てて実験する方法が考え出された。風洞はこのような実験のために製作された送風システムである。流れの模擬において重要なのがレーノルズ数とマフハ数である。 模型の形状に加えて、これらの無次元量を現実と一致させれば、状態を模擬できることが知られており、これを総辞職という。また、航空機だけではなく自動車やオートバイの、風洞実験も行われている。特に海一などに代表される純粋な、レーシングカーでは、空気力学的に優れた性能を持つ車がかつ、可能性が高いため、風洞実験は、非常に重要性が高い。 ライト兄弟の風洞のレプリカドイツの航空研究所、イギリスの軍事工学者、数学者のベンジャミン・ロビンズは空気抵抗を測定するために回転アームを発明し、空力学上のパイオニア的な実験を行った。ジョージ・ケリー教も回転アームを使い、様々な翼型の空気抵抗や揚力を測定している。彼の回転アームは腕が5フィートの長さで、 先端の速度は10フィート毎秒、ないし20フィート毎秒を達成していた。しかしながら回転アームは測定対象物に対して安定した空気流を当てることができなかった。測定対象物は自分が後に作り出す乱流の中を動くという事実が本来知りたい空気流による影響を評価することを困難にした。イギリス航空学会の評議員。 フランシス・ハーバーとウェナムはこの問題に取り組み、1871年に風洞を発明した。ウェナムと同僚のブラウニングは、陽光比の測定、高アスペクト比翼の有利な特性など、基礎的な発見を成し遂げている。スウェーデンのカール・ニューベリは風洞を用いて1897年から、蒸気動力飛行機フルガンの設計に取り組んだが、満足な飛行は達成できずに終わった。 実験屋の大御所、マンチェスター大学のオズボーン・レイノルズは、縮小模型の周りの空気流を実物と同じ形に、するためには、ある係数に着目すべきであることを、実験的に示した。その係数が現在でいうところのレイノルズ数である。ライト兄弟も1901年に、簡素な風洞装置を自作して、翼型の研究を約1年間行い、 その知見を生かして3号グライダーを製作、そして革命的なライトフライヤー1号の開発に成功した。なお、当時アメリカでは、風洞はほとんど知られていなかった。その後の航空力学、航空工学における風洞の使用は、飛行機の実用化に大きな貢献を果たした。風洞は大きさや気流の速度に限界がある。戦前から第二次大戦中にかけて、 平年未ンでのドイツ人科学者たちは風洞を使用したが、彼らは風洞を大型化するという困難な問題を克服した。彼らの革新的な研究はドイツの航空を躍進させることに役立った。近年では風洞と模型を使わず、コンピュータによるシミュレーションも行われている。基本的には筒の中に流れを作り出す送風機、流れを整える清流機、 測定を行う測定部が設置された構造である。その他海流型風道には流れの方向を変えるための曲がり部がある。方向を変えることによって流れを乱さないように内部にはコーナーベーンと呼ばれる案内バネが設けられる。風道内に設置されたマクドネルダグラス MD-11 の模型また送風の方法として吹き出し式、吸い込み式、両者の併用がある。 一般に、風道の大きさは1メートル1メートルの風道というように測定部の断面積を用いて表す。ただしモータースポーツ業界では、レーシングカーの開発に利用される風道を実際に製造する自動車の大きさと測定に、使用可能な試験体の大きさを比較した割合を用いて50%スケールの風道等と表現することが多い。 同年性係数を変えるために二酸化炭素などの気体を用いたり圧力を調節できる風道が存在する。風道ではないが流体自体を水や鉱物油に変えた水槽も存在する。これらを利用すると同じ例のルズ数を得るために必要な流速を抑えたりすることができる。また、風道内油下面や風道気流温度を任意の温度に調節することのできる風道もある。 煙によって可視化された、翼端渦風道で得られる流れは普通の風に比べ、乱れが少なく、安定した測定結果を得ることができる。風道によっては流れを可視化するための装置や、力やトルクを測定する天秤が備え付けられており、実験を容易にする。以下の誤差影響が大きくなる場合もある。近年、コンピュータによるシミュレーションがしばしば空気力学や、 熱力学などの設計に利用される。これは風道に比べてコストが小さい上実験開始までにかかる時間も少ないためである。ただし、風道は実験が始まればシミュレーションよりも様々な実験条件で高速に大量のデータを得ることができる。また CFD に比べて一般にデータ信頼性が高い。このためシミュレーションで傾向を見てある程度目星をつけ、 風道で定量的に確認するなどといったように合わせて用いられるのが一般的である。注射風道とは逆に静止した空気中で物体を回転運動させる実験装置。回転アームの訳語はパイオニア飛行機物語 P43 によるが必ずしも一般的な訳語とは限らないことに留意されたい。出展 AB 第1回風道とは何か特集。風道。 w w w a i r o j a c s a j p j a x a 航空技術部門2020年7月13日閲覧根本里市パイオニア飛行機物語 P85 から86谷一郎飛行の原理 P25 ハット AB エゴンクラウゼ流体力学のシュプリンガージャパン2008年293ページ ISBN 978から4から431100201海地空力開発を支えてきた風洞は全時代の異物になるのかモータースポーツ .com 2021年6月14日閲覧渡辺隆川人明美福富純一郎中瀬隆行瞬間発煙法による流れの可視化 ターボ機械1975年3巻6号 P900 から904ドイ 10.11458TSJ1973.3900 ターボ機械協会ありがとうございます。